ちょっとね、タイトルにはこんだけ書いてますけどね、遅刻してるようでね、ちょっと何人か、まあ、ちょっと知ってる方もいるかと思いますが、ちょっと私ね、営業がすごい、左見えてないな、もう、何も見えてない。まあ、まず、タイトルコールからいきましょうかね。始まりは、あなたから。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、やってまいりました。いやー、何事もなかったかのように。はいはい、おはようございます。そうなんです。今日はゆうさんがね、来てくださってるので。おはようございます。おはようございます。さあ、みんなで楽しくやっていこうやっていきましょう。危なかった。おガチの遅刻の人が現れた。来たね。やろうかね、じゃあとりあえずやりますか。そう、早く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 、みんな待ってるから。じゃあ先に乾杯しちゃうよ。しよう。しますか。じゃあ皆さん、グラスの準備はよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。それでは皆さん、乾杯。乾杯。さあ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 、イエス、イエス、イエス。そうね、異色ですよね。ゆうさんが出るの久々ですか。めっちゃ久々やね、うん、もう最後いつやろう、覚えてへんわ。覚えてない。そんな前ですか。え、そんな前ですか。結構前ちゃう。でもこの新しいスタジオ知らないですよ。知らないね。1年以上は経ってるかも。あら、うん、あら、お久しぶりの登場ということで。久しぶりで、まあ、なかなか ね出てくださらない方が。出てくださらない、出れない方が。オファーないだけ、オファーないだけ。いや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 。そう、さっきソファーに座ってたから、ゆうさん行きますって言ったら、はい、行きます。あ、ありがとうございます。何もしてんかったら、ね、そう、僕そのくだりを知らずに入り口で一人で待ってたら、うん、アイルさんが、おーって雄たけびだけ聞こえてきたから、な、なに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 って思ったら、ユウさんが、行きますか。さすがにゲスト追いだけたら、花がないなと思ったから、ね。いやいやいや。まあまあ、そういうのありますよ。ええ、そういうことです。葵さん、大きくなったね。成長、成長したかな。取ったのかな。そう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 。まあね、今日はね、コメントをね、拾っていこうかな。いろんな。まあ、いつもか。あ、来たね。ちなみにコメントを拾おうとしたら、名古屋の葵さんは茶髪ではなく、傷んだ髪の毛が。じゃあそっち進めて。はい、あ、来たリンでーす。来た、リンク登場でーす。よいしょー。ありがとうございます。いやー、グレー、遅刻、遅刻、遅刻が、遅刻が、まあ、iPad はリンクが持ってくれた方が目が悪いから。ちょうど今日ちょっとやっぱ iPad 持つようにスーツでこう似合う感じで、全然いつもこれスターバックスの感じを出してくれて、インテリ系で、インテリ系のスターバックス。おしゃれよね。おしゃれな、おしゃれ感すごい。ゆうさん、あ、どうも。はい、さっきオファー出したら来てくれました。助かります。来てくれました。助かります。助かります。いやぁ、主任がいると花がね、ありますね。そうですよね。いやいや、カムの人いつも来てほしいですね。いやぁ、ガチの遅刻。ガチの、どうした、どうしました。急に遊ぶのやめましょう。誰飲んだ、怖い怖い。あ、これね、青山の。あ、それ僕の。そう、うめぇ。ついてないから大丈夫。うめぇわ。僕注いでるタイプ。これはそうそうそう、今日リンリンは164センチ。今日はね、え、なに今日によって違うの。今なのか、外に出た時なのかにもよりますね。おー、なるほど、うん、なるほどなるほど。そうそうそう、今のスタンスはちょっとやっぱみんなスリッパなんでね。そのジャケットの下はタンクトップですか。タンクトップですね。もちろんです。当たり前じゃないですか。好きねー。もうこの質問やめましょう。もうリンさんの下がタンクトップじゃないわけがないもん。たまにある。そんな毎回の質問な、それ。月1ぐらい。でも待って、え、僕タンクトップ。僕、いや違うっす。え、だから逆に言ったらこれ僕以外全員タンクトップちゃうんかな。いや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 、そんなわけない。そんなわけない。そんなわけない。そんなわけがない。え、アイルさん今日は、ね、正解ない。え、アイルさん今日何すかした。お前さっき見てたやろ。タンクトップですよね。俺タンクトップの日もある。いやね、日和のやつね。そう、155センチって言ったやつ誰だ。さすがにそれはねえぞ。やべえな。155、身長測ったら160しかなかった。いやー、縮んでた。縮みました。縮んでた。きついな、縮んだ。あの、スノボー旅行、そうそうそうだよ、スノボー旅行行ってきたんですよ、僕ら。はい、で、昨日帰ってきましたね。ほんまやね。はい、僕行ってへんけどね。なんで。僕体調壊して寝込んでたから行ってへんけどね。やめて、映さないで。いや、ほんとに4日ぐらいガチで寝込んでましたからね。そうですか。お大事に。お大事に。いや、ほんとに俺せっかく東京いるし、なんか原宿あたり遊びに行こうって思ってたんですけど、ぶっちゃけ、うん、体調悪すぎて全然行けへんかったっすもんね。原
ね。原宿行ってみたかったっすもん、うん、夢の原宿。行ったことないんだ。行ったことないんですよ。ないの？ないんですよ。マジ？渋谷も1回だけなんかちょろっと居酒屋に行ったぐらいで、そう、雫さんとかとご飯行った時に1回行ったぐらいで、あんまないんですよね、東京。楽しいんだっていう。今日はメインパーソナリティだからよく喋るね。ね。おお。やっぱもうみんなが安心感がね、安心感がこう、うん、何言うてもやっぱまとめて、なんで俺が遅刻したかって、そもそも今日は葵が一人で30分やるって話だったから、あ、なるほどね、俺行かないもんだと思ってた。あの冒頭の2分でね、大体ね、やばい空気が流れたんで、やそう、最初ね、オープニング葵に任せてみたのよ。ちょっと困ってたもんね、ビビるぐらい、ビビるぐらい困りましたもんね。このテンションではなかった。とりあえずタイトル、とりあえずタイトル、とりあえずタイトルみたいな感じあれもやばい、投げたスマイルで。いやいや、スノボみんなうまいって言ってますよ。滑った？僕はあの部屋に出す。ああ、ユウさん滑りました。俺は滑ってない。じゃあ滑ったの俺だけじゃ。そう、俺もう顔焼けちゃった。なんかみんなからいろんな写メが送られてくるんですけどね、スノボの写真が1割未満っていう、大体。だからもうご飯と温泉以外部屋出てない。そうなんですよね。会話大体温泉だったし、なんだったら一番最初に送られてきた写メがまさかの坊主じゃなくてピザっていう。何しに行ったのって思いました、ね、一瞬。飯食いに行ったやろうね。でも米がね、最高にうまくて。うまいな。そういうところ、ね、新潟だから。俺はなんか最近太ったから、俺は旅行中引きこもって、ちょっと食わないようにしようと思ってたけど、米がうますぎて。めっちゃ食ってやりました。めっちゃ食ったら、なんか素晴らしい。朝飯の米だけが最高にうまかったの。やばい、震えが止まんない、本当に。ってしまった。やばい、身震いしてる。僕逆やったっすわ、全然食えへんかったっすわ。食欲なかったし、ほんで食欲湧いて食べようと思ったら、なんか親知らずがすごい痛み出して、歯茎がめくれちゃって出血して。お前来てないじゃん。そうっすよ、だから家でこう、あ、ご飯食べようって思っても食べられへんから、僕おじやとシチューしか食べてへんぞ、もう。ほぼスープ、ほぼスープ。最高じゃん。歯痛い、マジで。虫歯ではないけど、歯茎が。へー、虫歯なったことねえわ。へえ、なんか子供やな。子供や。親知らずに対して。親知らずって生えたことないな。あ、ない。多分キーツいてる、じゃあその変な生え方したら痛いっていうだけで、多分綺麗に生えてるんでしょ、普通に。あ、なるほどね。親知らずプラス普通に生えてくる正規の歯が足りない。嘘でしょ。だから、親知らずも抜いたし、はい、プラスでもないから、だから顔小さいんですか？って言われたこと、歯医者で言われたさ。なるほどね。歯が足りない。俺歯50本ぐらい入ってんじゃないですか？そんなに？やばいでしょ。ビッチビチじゃないですか、もう。パンパン。ビッチビチのパンパンなの。パンパン。最近俺、葵の効果音にハマってて。言ってるっすね、なんか。ビッチビチっすよ。意味分かれへんよね。何がビチビチなんか全然分からへんけど。歯ビッチビチ。カバって70本ぐらい歯あるらしいで、あいつ口開けた時スカスカですやん。でも大体そう、なんか大きいのメインしか分からへんやん。大きいのメインしか分からへんすけど、奥歯めちゃくちゃあるらしいで、あいつ。へえ、いいなぁ。ゆうさん面白いっす。いやいや、雑学だね。本当に雑学だね。ゆうさん喋ってってコメント来ますから、ね、今めっちゃ喋ったやん。全然今日のんびりだなぁ。なんか久々に、なんか分かる、休みだったじゃん。あ、で、からのいきなり今日ちょっと口数少ない。バナニコ生だからね。口数が少ないな。なかなか ね、その仕事感じゃないけどさ、そうやね、まあ、ちょっとこう戻ってないとこはある、うん、若干あるっすね、うん、それはあるな。休むとそうなっちゃうんでしょうね。なんか普通にガチの話で盛り上がれってなったら、うん、もう本当放送する価値がない、ただの日常会話になりますもんね。うまいっすか？ビールをレッドブルー普通に作り出したし、お酒。え、葵くんもう全然拾われなかった、ね、拾われなかった。なんか普通になんかレッドブルーで割ってた。普通早く戻さないと明日締め日ですけど。そうね、もう明日締め日ですよ。ほんまや、いや、ね、早すぎるよ。誰が一番になるんだろうね。誰が一番だと思います？バースデーいっぱいいたしね。バースデーいっぱいありますしね。こんにちはレベル高いんじゃないですか、うん、ね、うん、葵かな。プリンス秋が葵かー。やめて、そういういじめやめて。葵かー。葵が取れなかったら、葵が取れなかったら、葵が一番取れなかったら、まあ葵かな。うーん、葵か。葵だよな、やっぱな。これ本当に信じちゃう人とか出てきますからね。大丈夫、葵とかない、葵とかないわってコメント。やめろやめろ。分かってても言うな。やめろ。
辛いな。いやでもね、あの本命はやっぱあれじゃないですか、バースデーの秋とかね、うん、昇格戦の俊二さんかね。そうだね、大体その2人が大本命になってきそうだよ ね。バカでかいタワーをやった人 VS4 期タワーをやった人って。そうね、すごいな。いやほら、ゆうさんは、俺はゆうさんはなんなん、一発芸はよってもう、そんなことあんの、びっくりすんな。タイミングがしかも素晴らしく良かった。ひな祭りイベントはないんですよ、ちょっと休みなんですよね、3日が確か。ひな祭り、あれ、しかもひな祭りってあれ、あ、ね、女の子のやつでしょ。そう、3日が確か木曜が研究なんですよね。そう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 、あ、そうだそうだ、うん、じゃあ逆にひな祭りイベントやれって言われたって何やるんですか。何、我々祭られといたらいいんですか。じゃあ違う、姫様方をお前うまいことやってあげるんだよ。完全になんかチャームひなあられみたいな感じで、ね、酒進まねえ、そこだけか、そこだけ、それ以外全然思い浮かべ、カスカス口の中パッサパサなの。いやー、女装ね、女装スカサが女装したらどうするんだって。いやもう大変、おかみ、おかみ一応さ、男の人多いんだよ、このスタイリッシュな人多いけど、なんか俺の周りやたらと。さっきだった話だ、俊二さんとかもゴリゴリだよ。女装しても、昔でもももクロの女装してたことあったよ。あったね、うん、あったね、あったあった。ノースリーブとか着たらもうバキバキ、結構もうほんとね、女の子用の T シャツ着てたよ。いやいやいや、あの袖が短いやつ、無理無理、ケンシロウみたいにムンバツなりますやん、絶対ムンバツもう、あ、逆に見たい、噂の効果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 、バツなるから。おじさんトークできるね。できるわ、さすがやわ。すごい、今勉強してるから、トークの、皆さんトークの勉強。あれさ、喋るねーとか聞いてる。ありがとう。安心感が違うから、人がいると。あれ、髪明るくね。てか明るいっすよね。こんな明るかったっけ。明るい。アイルさん結構染め直して明るくなりました。まあなんかカメラのやつでもありますけど。青いが隣にいるからか。リンリンもバキバキって書かれたわ。リン君バキバキなん。バキバキ。いやなんか意外と上半身。意外と結構上半身。筋肉ついたことね。上半身がっちりの下半身キャシャンタイプだから。何？効果音やってって。効果音やってって何？やっぱり押されたところによって違うみたいなあんの。それあの、それなんかその、なんか、ピュッていう感じのやつの人みたいな。青いイケメンだし。やっぱり青いある、あるやろな。青いイケメンだし喋れるし、スタイルいいし、何が足りない、うん、おつむが足りないんだろうね、きっとね。きっとおつむが足りないんだよ。多分、大事な何かが。うん、やめよう。分かってることだからやめよう。喉ごとで押したら？キュッあぁじゃあやめろ、お前に普通にやめろ、びっくりしたから。あー、危ない、危ない空気出てるわ。危ない空気出てる、よくない、一回危ないね、一回やめましょう。なんだもう、危険の匂いがする。あーって、あーって、おっさんの声が出ただけだった、普通に。怖いわ。今からだって。今かららしいよ。いや、今からだよ、今から頑張るから。見なさいよ。これ自分の特徴でしょ。これね、あのガチの特徴。そう、これダイエットのために見事にぼかしを入れてくれてる、この某特徴。体脂肪を減らしに行ってるんですよ、ちゃんと。これでこれだからテープかわいそうだよ。太ってないでしょ、だって僕ちょっとお腹出てるんですよ。へぇ、そう、でも今回のその、まあ、痩せるよね、寝込んだ感じめっちゃ痩せて、うん、咳とかで腹筋がすごいことになったんで。確かに。そう、ダイエット頑張ってるんです、今。そう、でもあんまりお酒飲んでへんのにお腹出るってやばくない？そうなんですよ。ちなみに質問にあったけど、葵さんは19歳やからシラフなんで。俺すげえ思うんだけどさ、オーラってさ、はい、何？オーラって難しいよね。オーラ本当に。オーラってか存在感だね。もう俺もだって主任に上がる前になんか幹部のあれで YOU がオーラがない件についてっていう話し合いがあった。めっちゃかわいそうなやつですよ。本当に。それあの後輩からしたら結構今あの反応しづらいやつです。まあ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 。覇気がない件について。ああね。オーラ。オーラ。でもオーラと覇気ってまたちゃいますやん、なんか。うん、こう出そうと思って出されへんよね、きっと。そう、まあ、歌舞伎町でなんか有名なポスターでしたら、ああオーラあるなーって感じがするけど、でも意外とオーラないなって人もいるっすよね。ああね、思ってたより意外とこう同業とかで、あ、確かに、あ、それあるな、あ、あのみたいな時あるじゃないですか、うん、やっぱりオーラって人によって違うんだろうね、うん、大小みたいな、ね、そう、レンジさんのがオーラっすやん。オーラとハキの違い、レンジさんがオーラで、俺的に思うんですけど、レンジさんオーラでトワさんがハキ。あ、それもう完全に見た目的な問題じゃなくて、いや、なんかホールとか歩いてはるときになんかこう覇気まとってんの。いや、なんかもうほんま国王を乗ってはるとか思いながら、結構心の中ではそれはないだろ。そう、それ言ったらお前バカにしてるやろって言われたけど、ほら、めっちゃわかるってなってるやん、もう。ほら、めっちゃわかるって、やっぱ支持率を得れるっていう、ということで、タイミングで CM なので CM どうぞどうぞ。
先生。何？勇気を出してボトルを入れたら断られたよ。あらら、ボトルお願いする前にハニーの甘み味わっとけ。この KY ボス、ハニー開けたら最後、誰にも止められない。ありがとうございました。経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。やめましょう。やめましょう。そう、ちょっとこの CM。って必要なんすかね。いや必要でしょうよ、コマーシャルないと。いや今のコマーシャルのせいで変なやつなんだし。あ、青い身長180です。高っ。180ちょい、俺と20センチも違う。え、でも僕最後に上がったのが 178.5 で、そっからなんか自分では分からんけどなんかすごい伸びたね伸びたねって言われ続けてる。いやいや、悩ましいよ。182.3 の人と同じぐらいだったから多分大体そんぐらいですね。172あると思ってたのに167しかなかった。めっちゃショックっすよ。そんな5センチもないことあります。そんな足りへんかった。170ないんすか。ない。ゆうさんあると思ってた。嬉しい。ちょっとちょっとちょっと嬉しい。いじりに行ってた時の顔ないよ。ない。俺もう疑惑的には160あるかもう分かんない。あ、そう。はい。高校で最後部屋が測った時は161だったんですよ。ああ。けどこの昨日、一昨日かボードの時に身長測ったら160センチしかなかったから。縮んだ。おっと、なんで縮むんだろうね、まずそもそも。姿勢じゃない。姿勢と骨が弱くなってきてる。うん、その若さで骨が廃ることあります。まあないね、俺骨折したことないし。身長が高い方がいいんじゃない、やっぱり。173ぐらいがいい。いいね。170はちょっと欲しいね。そうですね、欲しい。憧れるね。170あったら、まあある程度男物の服買えるし、まあ、俺が180だったら確かに俺じゃないのかもしれないけどね。確かに俺もこの、うん、だから180になりたいなと思ったことは一度もないんだけど。うん、80はでけえね、うん、なんか結構そのスーツ着る時とかさ、結構靴ってさ、意外とさ、こうちょっと 3,4 センチはさ、ヒールあるもんじゃん。うん、そうなんですよ、ね、あれね、それ履いただけでも185ってことわけわかんなくなってるんですよね。だから180がいらないかなと思って。そうなんですよね。ヒール履いた時に自分よりちっちゃいのは無理。ああ、なるほどね。ああ、男性はね。だって俺がヒール履いて女の子の方がでかかったら、もう女の子の身長173とかってことだから。うん、もう結構170ある女の人も結構少ないよね、うん、多分。でも前僕その子着てはった時に、なんか私よりちっちゃい人無理やねん言ってた子が10センチのヒール履いてたからびっくりしましたもんね、僕。もうゴリゴリ抜かそうとしてるよね。そう。だから僕結構ドヤ顔で、女の子で10センチってまあ別に普通じゃない、まあ、普通っすけど、なんか私より低い人はちょっとって言われたから、あ、俺大きいよ、いてドヤ顔で立ったら結構焦りましたもん。やべえやべえやべえよ、グイグイ来るやん、グイグイ来たよみたいな。やべえやべえみたいな。逆に自分よりヒール履いた時、自分より背高くないと嫌なんだ。あ、逆にっすか、うん、俺嫌だ。お姉様フェチ、自分より背高い人の方がいい。わりかし自分よりちっちゃい方がいいけど、なんだろうな、もう気にせずヒールは履いてほしい。まあ僕もそこは気にせず履いてほしいわ。気使われた方が困るもんね。でもあるっすよ、俺もそういう経験は。あります。気使って測れないみたいな、うん、なんかそのお店来てくれてる時とか、はい、ちょっとヒール低いみたいな。で、あの友達と遊んでて、はいはい、なんかプリクラ撮ったよみたいな、プリクラとか送られてきて、はいはい、全身のプリクラとかやって、はい、ゴリゴリのヒールとか入って、うわー、そうなんやみたいな。気使われてるみたいな。あれ気使われていたーって。あるわ。あれ やだな。やだな。なる、結構。あ、でも気使うんやろうな、なんかね。なんやかんやでね、やっぱあるんでしょうね。そういうなんか、生かしてあげようみたいな。生かしてあげよう。そう、そのなんかまあ、プライドだけはみたいな、折らないでおこうみたいな。まあそんなプライド、生かされてんのか。遠に捨てたけどね。
当にしてました。当にしてた。下ネタ？下ネタ？下ネタ？あ、違う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 。めっちゃ嬉しそう。なんでそれ拾うんすか？そう。いや、俺今なんか話の流れ的になんで下ネタって来たのかなって。どういうこと？葵が喋ったら下ネタなるんやろうな。なるんでしょうね。うん。すぐ下ネタ掘り込むからもう。いやもう下ネタの方が喋りやすいけどね。まあ男の子大好きな。喋りやすい。無限に出てきますからねもう。うん。108だったら女の子と歩いても問題ないよね。いや問題って何逆に。うん。俺と女の子歩いたら問題ある。結構あるよ、ね。問題はない問題はない。別に何も問題はない。マジか。逆にでかいとあるよ。昔地元いた時に彼女いたから付き合っててプリクラ撮ろうかってなったけど。膝とか曲げないと普通に顔切れるからね普通にプリクラでプリクラってに入る時もやっぱりやってるみたいな感じで入るのああもちろんもちろんもちろんもう一回大丈夫やねみたいな感じでこうのれんがあると一回でこうそうやね身長高いとねやっぱり一回背が低い男は目線が同じになるのがいいああなるほどあいいんだいいのそれなるほどねなんかちっちゃい方が壁ドンとかも同じ高さだこう上からはねえ、だからそれあんま見れないよね。カメラとか俺すげえ思うんすもん、だって。こう、してこう、ちょっと、ここら辺にいるからいいんじゃないですか、やっぱ。あー、なるほど。こう、女の子がちょっと見上げるみたいな。そうやね。自然と上目遣いみたいな。で、なんかこういう感じですからね、俺が、例えばやっても。まあ、目の前か、目の前か。俺、こうなるんだ。逆に、あー、その身長高い人が好きだから。めちゃくちゃ高い。逆に高い人がされる側かもしれない。ダンっていう。あご食いとか食いしたらもう俺のこと見てないですから、ね、大変大変これリンリンに対して葵は余裕の笑顔ってお違う違うヤンゾーやっちゃうそういう目で見てたのお前違う違うひどい悪いよ今の子は悪いそのコメントは悪いマジでそんな顔してない怖いなそういう顔悪いそういうところで俺に優越感感じてない感じてないです感じてないですそういうことか悪い悪い悪い怖い悪いわ悪いな変な汗出るわ何葵さん甘え上手そうって甘えてどうやってどうやってどうやってじゃあちょっと実践してどうやってどうやって甘えるのかお茶こぼすなよちょお茶こぼすわでもリンリンの隣でリンリンにちょっとやってみていや俺に嫌なんだけどリンリンやってみて何甘えるって何女の子に甘えるってさリンリン女の子だと思って甘えんのつかまず僕結構甘えますいいもん、結構甘えるっていうかひっつくのが好きなタイプなんでじゃあ3219もうちょっとあそうですあんま遠い、はい、なんだこれ何誰が得すんのこの映像マジでいやいやリスナーの皆さん誰が得すんのマジでなんか嫌やわなんか嫌やわもうきっつなんで俺こんなんやらなあかんかったん顔赤くなってんじゃんやかいわ普通にガチテレのやつガチテレやばいな、ね、え、甘えないのえ、まだやらせるんですかなんか振られました、なんか振られましたまあやり通さないと俺は発情してへんし発情マジか酔ってないよ人間って発情ってあんま言葉使ってない発情って言葉やだわなんか動物的な発言だよね、うん、動物だね発情、オス相手に発情したくねえわなんかえしかも、え何がちゃんと喋ってなんか今の恥ずかしさでなんか変な汗をかいてきたからわけわかんないことしてなんかお前ニコ生ですげえポイント上がってんななんかねそうやってやってんだ何がそうやってやってんだほんと悪いよマジでそうやってやってんだなるほどねこの人すげえ悪いようまいわいやでもニコ生出たいっていつも言ってるもんなすごい出たがるからみんなに会いたがってるんだよそこの空気どうしようかこの空気どうしようかやばいイエーイノンアル同士でいやーあーニコ生ね結構ね見てる人いるんでしょだってすごいよ ねめっちゃいますよどんぐらいいんの毎回2000人ぐらいですか、ね、すげえ2000人もいんの、うん、コメントされるすごっ数の4倍ぐらいはやっぱいるんですかね大体どうなんだろう、ね、毎回2000人、うん、まあ毎回前後だね、うん、すごいね1800から2200ぐらいですよ俺1800から2000人の前で俺甘えさせられたの今いいじゃんでも2000人がもう新数の葵っていう名前を知ってるわけでしょ要するにいいじゃん、うん、レッドブルなかなか一般人で2000人に名前知られることないから、まあ、なかなかね、ね、そう考えたらすごいよねそう考えたらねただそう考えたら俺はなんかあれですけどね2000人になんか甘えてる感じも見られるっていうねそうだね、いいやんでもいいんじゃないいいと思うやっぱその
大体が年上になるわけでしょ、葵からしたら。まあまあそうですよね、大体お姉さまたちですよ。だからいいんじゃないですか、うん、何に甘えんのめっちゃ引っ張りますやん、そのくだりほんまに。来週も葵出してくれますかって。いや、全然葵出てくれるでしょ。もうマジで、もう全然出ます、出ます、サクサク出ます、うん、サクサク出ますもん、はい、出たいって甘えてよ、出たいって。いやもう来週はもう葵は出せねえわ。いやちょもう出たい出たい、ちょもうあかんあかん、出して出して。いや無理無理、もうやだ。いやもうちょほんま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 、やだ。もうそういうもいけずなこと言わんと。なんなんこのくだりマジで。甘えてねえよ。なんなん今のでしょ。甘えてない。漢字的に言ったら、まあ、そうなるんじゃないですか。今普通にナチュラルに出たやつでしょ。漢字的に言ったらそういうやつじゃないですか。ただの説得。間違いない、間違いない。お前本当に甘えれんの。撫で声とか出すの。撫で声は出さへんですね。へー、ちょっときしょいなと思うんで。あ、そうなんやね。なんか僕兄貴がそういうのするタイプなんですけど。あー、やだな、自分の兄貴の。お兄ちゃんが。そう、なんでそれを知ってるかって言ったら、家が貧乏すぎて、本当あのワンルームの家で住んでた時があったんで、うん、横でその兄貴が、わかります。まさに彼女に発情してたりとかもするわけですよ。嫌だなぁ。嫌でしょ。もう、ね、もう一から皆まで全部そういうの聞いてるから。見てるし、うわ、気象思ってたんで、そういうのが。やばいね、うん、超やばかったっす、マジで。ほんまにあれはきつかった。嫌だった、中2の夏。中2の夏、ね、うん、あれ、あ、よくあるパターンのやつね。俺中3の夏家帰ったら、俺もその家開けた瞬間、もうなんつうの、もうその一部屋だけみたいな、はいはいはい、とこにお父さんと二人住んでた時に、はい、学校終わって開けたら、星野亜紀の DVD でやってたみたいな。きつっ。うわー、とりあえずカバン置いてすぐ閉めたよね。一回ね。やばいな、気まずかった。サクッと出る準備だけは。あー面白い。いや今の話はきついな、ね、親父のは見たくないですね。そうやね、なかなかないよね、うん、絶対やだわ。あれ早い、マジで早っ。1分前です。いや早いよ。早いな今日。なんか別に告知とかもないですもんね、明日締め日ぐらいで。そうだね、そうっすね。あー確かに、うん、ないかな。まあ、3月もね、イベントっていうかバースデーが多いかな。あ、そうなんだ。3月は、うん、ランさん、ランさんが、まあ普通にリアバレルも10人ぐらいいますからね。お前ね、ヒカリさんやばっ。え、マジっすか。うん、いるいる。翔さんもいっぱいいるね。哲郎だったりとかね、マサさんもそうだし、まあいろいろいますけどね。あ、明日最終日なんでね。ね、早いね。ナンバーを全然喋れなかったわ。気にしてやってください。頑張れ、うん、まあ、はい、皆さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた来月ね。来週も来週出るよ、多分出るよ。いや、この流れ出ねえわ。帰れ。背いてビクビクしてて掴めないような心、吐く石張って胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って産んだ子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。